はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、5月5日でございます。子供の日でございますね。今日も祝日です。大体皆さん、普通の人だったらゴールデンウィーク最終日となっておりますけどもね、明日はね、6日なのでね、普通の平日なので、有給を使えば、その日も休んで、で土日挟んで月曜日から仕事っていうね、最大10連休にする人もね、いてるんですけどもね、まあでもほとんどの人はね、まあ明日は1日仕事行って土日はゆっくりするんちゃうかなと思っております。でそんな今日はですね、僕ね、あ、まだ本題に入ってないんですよ。今日はね、5月5日ということでね、5月5日ということでね、子供の日ということでね、まかない寿司をね、子供にね、食べさそうかなと思ってるんですよ。手巻き寿司ってあるじゃないですか。手巻き寿司やけど、手巻き寿司の具材を使って手で巻かない寿司っていうんですかね。巻き寿司の海苔ね、大きい海苔にですね、ご飯乗せて、具材乗せて、で、まだ、ご飯乗せて海苔で挟むっていう、もうハンバーガー折りたたむ感じのやつってあるじゃないですかね。海苔を折りたたんでハンバーガーみたいにしてやるやつっていう風にしたらね、これまかんでも食べやすいんちゃうかなと思うんですよ。で食べる寸前にね、子供らにこう作らせて食べなさい言うでも、好きなもんばっかりそのね、おかずのお皿から取って食べるし、絶対ね、そのご飯だけで食べようとするし、海苔だけで食べようとするしってするんで、でも、親としてはね、そういう巻き寿司をね、巻き寿司として体験していただけたわけでございますよ、子供にね。でも、きっと、まあ、うち男の子なんでね、そういうめんどくさいことはね、しなさそうなんでね、それやったらもう、お父さんが先にね、そうやってね、作って、巻くん面倒くさいから挟んで、はいお食べっていう風に渡したら、食べるんちゃうかなと思うんですよ。で子供っておにぎり好きじゃないですか。うちの子好きなんですよ、ね、結構いろんな、ね、子供っておにぎりっていうそのものがね、好きだと思うんですよね。だからそのおにぎり感覚で食べさせたらええんかなって、それかまあそれをね、もう無理やりこうおにぎりの形にしてですね、三角にして、はいどうぞっていう風にね、食べさせたらね、中に具材が入ってて、これ一石二鳥やなとか思うんですけどもね、まあそんな感じで今日はね、やっていこうと思います。またできたらね、インスタでね、画像を上げとこうかなと思いますんでね、よかったら、その画像もね、多分明日か明後日じゃないか、明日のね、画像でちょっとね、動画の中にポンってね、彫り込もうかなと思ってますんでね、楽しみにしておいてください。はい、でね、今日はまたその全然別の話なんですけども、タイトルにもあるようにですね、同じ病気でも治療方法が違うよというお話なんですよ。でね、そのまあ、下のね、タイトル欄にも見てもらったら分かると思うんですけどもね、身近で起こるダイエットの悩みというものも付け加えてるんですよ。でこれはね、ダイエットっていうのは肥満を解消する行動じゃないですか。で、なので、まあ、言い換えると、肥満を病気とすればダイエットって治療法なんですよね。治療っていう言い方はまずいかもしれないんですけども、なんかこう自分でできる治療法、あまり大きい声で言えないですけどっていう風な感じになるので、まあ、今回のね、同じ病気でも治療方法が違うよというのとちょっとつながっていることがあると思いますんで、今日はそれをもうひっくるめて合わせてお話をしていきます。はい、ちょっとね、またね、もう5分ぐらいまたフリートークで喋ってしまいましたけども、はい、お話をしていきます。でね、その
今日のタイトルであるですね、同じ病気でも治療方法が違うというものはですね、これは本当にまあ、読んで字のごとくですよね。今さら何も説明する必要もないとは思うんですけども、まあ、そのね、まあ、理由としましてはですね、人っていうのはもう一人一人細胞が違うからなんですよ。ね、誰だって、ね、同じ細胞してたら同じ顔であって同じ身長だったりすると思うんですけども、まあ、違うわけなんですよね。たとえね、同じ薬を使ったとしてもですね、使い方が変わってくるんです。例えばね、A さんと B さんっていたとするじゃないですか。その人たちがですね、同じ急性骨髄性白血病になりましたとしましょう。なりましたとしてもですね、その時にたまたま同じ抗がん剤を使うとしてもですね、点滴での落とすスピードが違ったりとか、始める時間帯が違ったりするんですよね。これはでも先ほどのね、その一人一人違うんだよっていうふうなことが頭に入ったら、これは自然なことなんですよ。まあ、といったようにですね、同じ病気であっても治療方法は違ってくるということなんです。でもね、まあ、今お話ししましたね、病気を治療するということなんですけどもね、これは別に治療だけじゃなくても普段の我々の生活の中でもですね、同じことが言える場合があるんです。それはね、皆さんのね、身近なところに存在しているね、ダイエットのことなんですよ。まあね、ダイエットにもね、個人差があって、皆さんそれぞれね、自分に合ったものを探してやってみてくださいね、ということはですね、まあ、これまでね、何回も何回もね、お話ししてきますけどね、それをね、そのことをですね、しっかりとね、裏付けることが できるね、裏付けることがある病院からの指導でね、明らかになったことがあるんですよ。それはね、糖尿病の個別指導というものなんです。まあ、これはね、東京大学のね、調査結果でね、明らかになったことでして、まあ、糖尿病の治療じゃなくて糖尿病の指導ですよ。治療じゃございません、指導でございます。治療っていうのはお薬を飲んだり点滴をしたり注射をするということですね、としてのことでして、これはね、先生がすることなんですけどもね、この場合のね、指導というのはですね、糖尿病の個別栄養指導、個別化栄養指導のことでして、糖尿病を改善されたと認識する、それの目安となっているですね、ヘモグロビン A1C とかあるじゃないですか。あと血糖値とかね、血圧とというのはですね、これら3つはですね、ヘモグロビン A1C、血糖値、血圧というこの3つはですね、お薬を飲んでも注射をしても点滴をしても、まあ、改善はしていきますけど、しかしね、それ以外で の普段からのね、食事とか運動によるね、だから生活習慣によってですね、それらによってもですね、改善できるものとされています。でそのね、生活習慣の指導をしてくれるね、看護師さんとか栄養士さんらにね、教えてもらって、先生の治療とともに改善していかなければならないものなんですよ。でもね、これまでの従来のね、栄養指導ではですね、ちょっとね、限界があったようなんですよ。まあ、皆さんの中でもですね、これまでにね、たくさんのね、ダイエット本を買ったりね、そして YouTube でですね、たくさんの動画をね、まあ、後で見るっていうね、ボタンをポチ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 押してね、YouTube のアプリの中にね、保存していることだと思います。でね、それらの中にはですね、まあ、ご自身の体に、ね、合っていてですね、効果があったものもあると思いますけども、それでもまあほとんどがね、やっぱお蔵入りとかね、まあ、途中まで読んでしまって、まあでもちょっと会えへんなと思って、それが積ん読というものに、ね、なってしまっているものだと思います。それはなぜかね、なぜでしょう。まあね、単純にね、自分の体に合ってなかっただけなんですよ。合ってなかっただけなんです。なので、まあ要はですね、一人一人ね、違うからなんです。一人一人違うからなんですよ。人それぞれなんですよ。でもね、その先ほどのね、糖尿病の個別栄養指導、個別化栄養指導によってはですね、まあ、これまでの、従来のね、栄養指導の方法と比べたらですね、なんとね、ヘモグロビン A1C の下がった割合がね、なんとね、1.1% もね、減らせることができたようなんです。
いやこれね 1.1% って言ってますけどね、すごいことだと思うんですよ。実際にねこれね、ヘモグロビン A1C っていうののパーセンテージがね 6.5% 以上あればですね、糖尿病予備群とね、指導されてね、それがそしてね 7% をね超えるとなるとですね、とうとうあなたは糖尿病だよとね、診断されてしまうんです。でもねこの 7% のここからですね、ここからですね 1.1% も下がればですね 5.9% になりますのでね、あのヘモグロビン A1C での評価は改善されて糖尿病から脱出できるということなんですよ。まあでもね、個別化栄養指導じゃなくて、まあ、これまでのね、従来の栄養指導ではあってもですね、まあ、0.8% は下がるという結果も出てますので、まあ、言っちゃいいんですけども、それでもですね、まだ 7% から 0.8 下がったとしても 6.2% なのでね、この 6.2% っていうのがすごく微妙で、もうね、先生からはね、まだまだチク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 下げろよ、下げろよ、下げろよっていう、下げろよとは言わないですけども、下げた方がいいよ、気ぃつけなはれやっていうふうにね、チクチク言われる対象なんですよ。なので、ね、まあ結果的にですね、個別化栄養指導の方がね大幅にガクンと下がってますので、痩せれたということになるんですよ。糖尿病も改善できたということになるんですよ。まあとは言ってもね、僕はそんな個別化指導とかしてもらってないんですけども、でも僕はね、たまたま自分でね、ヘモグロビン A1C をね 6.3 からね 5.6 まで下げれた方法をね、自分なりに見つけることができましたので、そこはね病院側からはね、褒めたたえてもらうことができましたけども、まあ今ね現時点ですごく気になっている人とか、自分一人ではですね、もうちょっと限界だなっていうふうなことを感じている人はですね、一度、まあ、指導をねしてもらって、最初はね従来の指導方法でもいいと思うんですけど、それでもね、もっともっと力を入れたい人となればですね、一度ね個別化栄養指導っていうののね門をねトントンとね叩いてみてはいかがでしょうか。はい、まあ以上となるんですけどもね、そういったことっていうのはね、やっぱり、ね、病院にこう行って相談しなければならないんですよ。だからね、一人で悩まずにね、もう何て言うんですかね、治療ってダイエットを治療というふうにすると、もう大層なことやんやす、そんなんって思うかもしれないんですけども、いやちょっと考え方変えてみたら、それまあありだよねっていうふうに思ってもらえたらいいかなと思うんですよ。ジム行くのもね、病院行くのもね、一緒やんっていうノリって言っていいんかな、どうなんでしょうね。でもジム行ってね、体重が改善されればいいですよね。同じ月額ね、1万円ぐらい払ってしっかりとしたトレーナーさんつけてね、指導、週1回の指導してもらうんやったら、同じ金額払ったら同じ病院でも同じようにこう指導してもらえんちゃうかなと思うんですよね。で、その指導方法を家で持って帰ってその通りにやっていけばいいわけやし、でもかたやジムやったらね、家にランニングマシンとか自転車のマシンとかね、ベンチプレスとかね置けなかったりするじゃないですか。だからまあそう考えたら、一回その食事のね、まあ、栄養指導、個別栄養指導っていうのも受けてみてもいいんじゃないかなと思います。はい。まあそんな感じで、そんな感じでじゃない、僕もね、一応ね、栄養士さんに、話聞いて、まあ、個別化栄養指導じゃないですけども、一応話を聞いてね、まあ大体こんな感じで、こんな感じで、やっていってみたらどうですかっていうふうなことを言われたんで、でもあれって個別化になるんかな、僕個別化栄養指導されたかな、でも結局あれではなかなか改善されへんかったぞって思ったんですけども、あれがあったから結構下がってきたっていうのもまああるんで、うん、僕もね個別化栄養指導考え方によっちゃしてもらってたのかもしれません。だからやっぱりまあ僕はね、白血病の治療の過程の中で家庭で、そういうふうに栄養指導されてしまいましたけども、まあ、糖尿病として
なんて言うんでしょう、治療するの、ね、のではなくてですね、今ね探せばダイエット外来っていうのもありますんでね、一度ね、行ってみてはいかがでしょうかというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。